ちは、スマイルマイルです。本日はですね、岐阜県可児市ということで、有名な八重ギターさん、訪れさせていただきました。こちらです。素晴らしいギターがたくさん並んでますんで、今日はね、ちょっとこちらの方、許可を得て撮らせていただけるということなので、一緒にギターをちょっと触ってみたいと思います。よろしくお願いします。このところも、あ、こっちもだけど。これもカスタムで、横にね、こう貝殻の、インレイ飾りが入ってるってやつ。これは綺麗よ。綺麗ですね、これ。これ触ってみますか？じゃあちょっとこちらで座って、音をじゃあ出してもらおうかな、ピックとかで。あ、これも軽いです。めちゃくちゃ軽い。弾きやすそうですね。弾きやすいですね。すごくこう弾きやすそう。音出てますね。いつもだとあのコードの音が出ない時はあるって言ってたけど、おお、しっかり出てるじゃないですかね。抑えやすいかな、やっぱりこう。抑えやすいです。この周りがね、すごい綺麗で、うん、お、抑えれるようになってるすごいじゃないですか。素晴らしい。これいいな。これいい音ですね。いいですね。これいいな。すごいいいな。またこれ一味違う、このね、カスタムのものは綺麗、本当最高級のものになってくるんで。綺麗。これ弾けるかな、私って。それは自分のピック？あ、そうです。あ、これは持ってきたやつですね。お、指でも弾けそう。いつも抑えれないと言っていたのが、お、抑えやすいかな。あ、出るこれ。あ、むっちゃ出るこれ。お、ちょっと感動してますいつも音が出ない方がね、音が出るとやっぱりこう感動しますよね、純粋に。やっぱりいいギターとかね、こうやって触ると楽器がいいと、やっぱりこういつもできなかったものができたりっていうのはありますよね。うん、やっぱりそういうのって結構モチベーションにも変わりますもんね。なかなかこう仕事しながらちょっと時間できてギター練習っていうと、なかなか時間取れないと思うんで、モチベーションがね、毎回あるわけじゃないし、やっぱりそう考えると、こうやっていいギターをね、こう触ってモチベーションを上げていけれるっていうのはすごいいいな。弾きやすいしね、いいですよね、こうやって。どうでしょうか、このギター始めて間もないこの手さばきではない、すごい。そんなどんどん楽しくなってきますよね。ギターのこうコードとかも抑えれるようになると楽しくなっていくと思うんですけど。あ、どうやったっけ、もう忘れた、本当忘れた。いいね、これはカスタムのこんな感じになってる。これはこんな感じになってますよ。ここにあったね、ギターですよ。カスタムショップのところにあったギターで、素晴らしいギターですね。一生に一度こういう素晴らしいギターを持ってみたいですね。いいですね、なんかこの光景が。これがもし自分の部屋だったら嬉しいな、こんな夢のようなギターに囲まれてる生活いいな。なんか楽譜が見たいって言ってますおお、でも指でも弾けるようになってきましたね。あ、本当忘れた。素晴らしい。これすごいですよ。こういうのとかいいですね。こういう感じ。ちょっとテカリが抑えてあるというか、これがなんかすごく綺麗。こういうの見たことないなと思って。これ指
いいですね。うん、指で弾くのとかいいですよね、これ。なんかこれすごい気に入ってね。カスタムギター。カスタムショップ。それは真ん中にあったカスタムギター。そうですね、これでもそうね、丸いから。丸いけどでも、でも抑えられる。抑えれます。抑えやすい。抑えれる。やっぱりカスタムギターってなるといろんなこうお客さんのオーダーが入ってくるので珍しい見たことないギターとか結構あるでしょうね、柄も含めて。でもやっぱさっきの方が弾きやすかった、弾きやすい、あ、そうです、音が出るような気がする。弾きやすさも大事ですもんね。例えば弾ければ音が一番いいギターでも弾けなかった場合はね、それより弾きやすいギターの方がいいギターになることもあるんだと思うんですよね、こうやって。でもやっぱりさっきのモイボがね、すごい。あ、でもね、もう全部そうですけど、やっぱりめちゃめちゃ安定してますよ、このもういいギターって。Thank you.
1台欲しいこれ1台欲しい素敵すぎる10万ぐらいですね。やっぱりね、今こう引いてみるとやっぱり分かるんですけど、20万は出さなきゃいかん。逆にこれだけのものが20万円で買えるのをむしろ奇跡かもしれないよね、これ。やっぱ40、50万ぐらいのギターはもうその間のね、20万から50万ぐらいの間はやっぱり高ければ高いほどやっぱりいいですよ。弾いてみると、ね、音が違う、やっぱりこれすごいいい音しますね。さっきの50万とかなんですけど、でも13万でもね、すっごい良さしますよ、やっぱりこれ。もう、もちろん深みとか、いろんなもので言うと、やっぱり、40万、50万のにはかなわないですけど、でもこうやって普通に弾くのに、初心者の方とかだったら、10万ぐらいのギターはやっぱりでも欲しいかもしれないですね。でただ安いギターね、2万3万とかあると思うんですけど、ああいうのはやっぱり買ってもちょっと本当に1年目とかでちょっと上手くなってきたりすると飽きるんですよね、その分。そうありますよね、実際になんかその安いギターを最初は音なんて分かんないから、安いギター買おうぜみたいなこと言って買うんですけど、やっぱりこうやって弾いていくと、もう戻れなくなっちゃいますよね。やっぱりね、全然違いますよ。違うか。違うね。